皆さんこんにちは、ハイシェス。本日はですね、私は船田講師のですね事務所に来ておりまして、本日はですね一期生の朝倉さんでかなりのね実績をされたんですけども、今回その朝倉さんがその後継続されてですね、売上がどうなっているのか、事業はどうなっているのか、そちらをですね船田さんと朝倉さんの対談でお届けしたいと思います。もし本日の内容にご興味のある方は最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。本日はですね、この一期生のですね、朝倉さんにですね、対談の方ですね、来ていただきましたので、いろいろ、ね、聞いていきたいと思います。で、朝倉さんはですね、実は対談出ていただくの2回目ですね。そうです、はい、ちょうどね、一期生でしっかりですね、結果出してもらって、二期生のですね、募集の時にですね、朝倉さんの圧倒的な結果をね、出していただいたので、出ていただきました。で、そこからですね、もうスタートされて1年になっておりますので、まあ、半年前に出てもらった時から、ね、また最後に進化されておりますので、その辺をね、ちょっと聞いていきたいと思いますので、本日はお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとね、軽く自己紹介みたいなところからね、お願いします。はい、カメラ事業を始めて大体1年になります、はい、カメラ事業で今やっていることは私自身はもうほとんど行っておりません。もう半自動化に近い形で運営しております、うん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 、なのでその空いた時間で他のビジネスをちょっとまた0から1立ち上げるような種まきをたくさん今行っているという状態です。はい、はい、ありがとうございます。カメラビジネスって結構仕組み化するのね、まあ、僕もね今14年かなやってますけど、結構難しいビジネスだなって未だに思ってるんですけど、そこをね本当に難なく仕組み化されてますけども、まあ、やっぱそこの部分ってどんな感じでちなみにやったんですか。まず売上が大体200万ぐらい、はい、いったぐらいで、うん、手持ちの時間がちょっとこう他の仕事との兼ね合いでどうしてもやっぱ3時間しか取れなくて、うん、で3時間の範囲内でやるのが大体売上月200万ぐらい限界 で、うんはい、でこれ以上になるともう無理だなと、うん、ここは外注化しかないっていうことで、なるほど、まずはヤフオクの方で3人ぐらい、うんうんうん、店長さんっていう形のポジションで、アカウントは全てもうその店長さんのアカウントで行っていただいて、うんうん、あ、なるほどなるほど。で運用もやってもらった、ね、あ、そうですね、もう検品梱包発送安定供給だけはこちらでもう責任持って行っていて、最終的に残った利益を折半しているような、おー、かなり出してますね、はい、形ですね。じゃあ今じゃあ朝倉さんは仕入れはもうずっと強化してやってる、はい、してます。そこだけはもう徹底的に、なるほどですね。事業としてですねカメラビジネスやられてみたいって方もですね、まあ中には多いと思うんですけども、やっぱポイントとしてはまず自分でがっつり入ってやってみる、はい、でこの期間が大体 2,3 ヶ月ですか。そうですね、うん、そのまま一人でプレイヤーとしてやっていくのもいいですし、うん、まあ浅田さんみたいにですねいろんな事業やられてる方っていうのはその自分の分身をたくさん作っていくっていう意味ですよね。そういうことですね、はい、ちなみに今1年やられて、はい、確か半年前出てもらった時多分月賞で700万800万ぐらいだった、ね、そうです、ね、ような気がして、はい、今月賞どれくらいなんですか。月賞今だいたい1250万、もう倍じゃないですか、はい、っていうのは、まあ、完全にその自分の分身をもっともっと増やしてきたって感じですか。あ、もう今ヤフオクの店長さんで今10人、10人はいすごいですね。それぞれもう店長さんとしても責任持って行っていただいてて、カメラの 4,50 年ぐらいのスキルがあるおじさま方に、うんはいはい、今日お二人の方にお願いしてるんですけど、あ、その方々には、はい、eBay と Amazon.com の方をもう全部行っていただいて、はい、今度からは仕入れとかも、うん、あのクレジットカードもちょっと全部お渡しして、はいはい、カメラのおじさま方にもう全部、はいはいはい、やっていただこうかなと。あ、じゃあもう段階ですね、もう仕入れからももうゆくゆく外れていくって感じですか。はい、もう外れていくような形で、なるほど、ね、カメラの知識だけ教えてくださいっていう。なるほどですね。要は店長さん増やせば増やすだけ売り上げもこう上がっていくっていう感じですね。上がりますね。で作業量が減って売り上げが伸びていくっていう、うん、なるほどですね、まあ、そういう、あの循環をこう生み出そうっていう時期ですね。だからそこのマネジメントって結構ね10人とか増えてくるとなんか大変そうだなっていうイメージある。なんか定期的になんか皆さんでズーム会議みたいなやってるんですか、店長さん集めてみたいな。あ、店長会議みたいなことはやるんですね、はい、定期的に定例会みたいな形で行っております。なんかもうねフランチャイズ企業みたいな感じですね組織上げるために例えば近くで皆さんでちょっと懇親会やったりとか、はいはいはい、それとは別にちょっとボーナスを渡ししたりとか、まあ、ちょっと還付金の一部をちょっと当てたりとか、あ、まあまあ大事ですよね、はい、はい、そういうことをやってちょっとこううまくね定着率を上げるように、はい、努力はしております。ちなみに どの辺まで伸ばす予定なんですか今後。本気で月賞3000万、月賞3000万、はい、いけるように。
なんかちょっと違ってきましたよ。なんか輸出もなんかコンテナ単位でなんかタイとかになんか送っているって聞きましたけど、その辺もなんかやられてるんですか？はい、そちらの方もちょっと手掛け始めて、でそちらの方でも売り上げをどんどん伸ばしていこうかな。なるほどですね、はい、基本的にはやっぱり B2C っていうね、そのエンドに売るのがカメラってまあ基本なんですけども、はい、やっぱりそこのコンテナ単位で送ってやっぱ法人向けですか？そうですね、B2B 向けですね、まあ、そういうのは可能性もあるってことですよね。はい、すごくなんですかね、うまくビジネスやられていると思うんですね。カメラの事業を一事業としていろんな事業をやられている中で入れていきたいっていう、ね、方も多分今回ですね見られてると思うんですよ。で、まあ、そういった方々ってやっぱり自分ががっつりプレイヤーで入るっていうよりかは自分でやってみて、それをね浅田さんみたいに仕組み化してで一事業立ち上げるみたいなねイメージでやる方もいらっしゃると思うんですけども、実際それをね今やられているのは浅田さんですので、はい、まあ、そういう方々に向けてですね、まあ、カメラ事業を事業としてね柱を伸ばしていくための秘訣みたいなあれがちょっとねお聞かせてもらったと思うんですけど。そうですね、うん、一番大事なことは、うん、スクールに入って意識していたことなんですけども、うんうんうん、教えていただいた内容をやっぱり忠実に行っていって、うんうん、でそこで実践したことを実際にフィードバックしていただいて、うんうん、でそこでまたトライアンドエラーして改善していくようなことをやっていくうちにだんだんこう売り上げが、うん、まあ、なんか自然にこうついてくるような、うんうん、まあ、それをずっと愚直に続けていたんで、うん、まあ、それでカメラ事業が0から1作り上げることができたんで、うん、そこから1から10作っていくのは福井なんで、そこの最初の2、3ヶ月をかなり大事に、うん、絶対3時間は死守してやってたような形ですね、うんうんうん、本当にやってましたもんね、はい、本当にね最初コミットしてやってましたもんね。そうですね。なるほど。じゃあやり方によってはね、カメラの事業って最初自分がやるけども、あとあとはもう人に任せて手放しして、はい、しっかり売り上げ立てることも全然まあ可能だなっていうのは手応えを感じたっていう。いやもうできますね、はい、いやもうなんか自信に満ち溢れたことできますねみたいな、はい、ありがとうございます本当に本当に素晴らしいと思います、はい、今回ですね、まあね、池上3期を募集するようになって、このようなですね仕組み化のね、まあ、プロの浅田さんにもですね出ていただいて、いろいろね根掘り葉掘りね聞かせてもらいましたので、まあ、ぜひですねカメラの事業をですねどんどん大きくねしてみたいっていう方もですね今回ねご参加いただけたらと思いますので、はい、じゃあ本日はですね、どうもですね対談の方で、ね、参加いただきありがとうございます。はい、ありがとうございました、はい、でセミナーの方はねこちらの概要欄からですねお申し込みできますので、ぜひですねセミナーの方ね申し込みしてもらえたらと思いますので、本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。